皆さんこんにちは、今日はね蒜山に来てるわけですけど、蒜山といえば、ジンギスカンということで、今日はねジンギスカンのお店に行こうかと思ってます。今日はねこの後ろにある蒜山大将さんにねお邪魔しようかなと思います。はい、それでは YouTube 始まります。気になるメニューとはこちらになりますね。ジンギスカン食べ放題ということで、今回平日なので平日コース、飲み物はこちらになります。で、食べ放題無理だという方はこちらもありますので、ぜひチェックを。お待たせしました。はい、大丈夫です。はい、呼んできます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、それでは分かりました。はい、それでは
はい、皆様ご視聴お疲れ様でした。今回はね、昼前にある昼前大将さんというジンギスカンのね、お店に行かせてもらいました。やっぱりね、ラム肉美味しいですね。もうがっつり食べさせてもらいました。で、がっつり食べれない方も、なんだろうな、ワンプレートというか、食べきりサイズ、食べ放題がついてないね、そういうメニューもありますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、もちろんがっつり行きたい方は、食べ放題プランで行ってみてください。はい、というわけで、またね、ヒルゼンに行く機会があれば、ぜひ、このジンギスカン食べてみてください。ありがとうございました。はい。最後にね、ちょっと気になった、面白い、画像がありますんで、この映像の後にちょこっと載せてます。ウノにある、魚かな、わかるかな、説明が難しい。なんか魚みたいな感じで、そういうオブジェ、まあ、動物というか、イノシシかな、あったんですよね。はい。ぜひ、この動画の後、すぐです。どうぞ、ご覧ください。ありがとうございました。ガバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。